はい、こんにちは。今回はウエスタンアームズのマグナブローバックからベレッタ M8045 クーガー F ガンブラックバージョン、これを、ブルーズアイターゲットにね再試写してみましたので、そのあたりを中心にもう一度ご紹介したいと思います。はい、で箱はですね、この世代のものですね。こんな感じですね。はい、ガンブラックバージョンで、私にとっては割と最近なのはこれのせいですね。はい、これでだいたい世代がわかると、私の場合はね。でおそらく前回このね試写結果をご紹介したのはですね、後ろの日付はですね、2020年になってますね。はい、ですから2年以上前ですね。3年ぐらい前ってことになるのか。はい、3メートルから打ってこんな感じってことになってますね。じゃあこれをね今回家族でじっくり打ち直してみましたので、そのあたりは後ほどしっかりご紹介させていただくこととしまして、ちょっと困ったのはこの箱を久々に開けたらですね、トリセツが2セット出てまいりまして、どっちがこれなんだろうって皆さんに聞いてもしょうがないんですけど、なんかこの辺がちょっとねっていう感じで今ね、悩みのツボにはまっております。まあこんな感じです。トリセツはね、まあ、いつもの通りで、まあこれも基本設計は全然変わりませんのでね、おそらく内部構造がリニューアルされたりすることはないんでしょうね。仕上げ違いでね、うちにもね、ガンブルーとかもう、まあ、クーガー随分もうご紹介してきたと思いますけれども、あとまだね古いのが何丁か残っていると思います。あとね全然紹介してない中のウォリアーカスタムとかね、これのカスタム、はい、結構その辺のところはねまだご紹介してないものがいっぱいあるかもし、あるような気がします。はい、最初出た時はねやっぱ感動しましたね。あの斬新なね、まあ言われてみればベレッタなんですけれども、ベレッタにしてみてもほらここがガサッとこうね開いてないっていうところもあって、それでもねやっぱり 初代のクーガーも飛びつきましたね。はい、私なんかは。でその後ね KSC さんからこの M8000 が出るようになってね、いいですよね。どちらもいい感じのモデルどんどん出してくれましたね。まあ、このねぶっきらぼうというかねなんかねすっきりとしすぎたこのフロントフェイスはちょっとねなんか微笑ましいだけなんですけど、この辺のねこのローテッドねバレルのねこの部分の動きっていうのはやっぱりね色気たっぷりですよね。これはね何しろねこれ重いですよ。なんかねグニュ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 って感じでいいですよね。でこの辺見るとねもうベレッタそのものなんですけれどもね、デコッキングもねしっかりとポコッとこう、ね、できると。ついでに見ちゃおう、サイトピクチャーも素晴らしく見やすいですね。これねどうですか、今回もねやっぱり見やすかったですよ。で以前ご紹介したものの中にまともに作動しなくて取り替えてもらったものもありましたなんてこともあったんですけれども、これはもう逆に元気いっぱいですね。やっぱ冬場でもねもうなんなくてガツンガツンきますね。でさらに言うとねなんか吹き戻しが結構激しくて燃費が悪かったような気がします。それでも迫力たるやすごいものがあったんで、家族でね楽しく打たせていただいた次第です。空打ちをしますとねこんな感じですね。ガンガンね、ガンガンって感じですね。でホールドオープンするとガンっていう感じになるわけですね。いいですね、色っぽいね。はい、じゃあちょっと試しにまた重量とかね基本的なところはおさらいしてみたいなと思いますね。まず重量はドドンともう1キロ近くですよ、968でございます。そのマガジンを抜くとそれでも649ありますからね。はい、ずっしりとね、しかもほら前後コンパクトだからよりずっしり感がね、感じられるというところですね。それからトリガープルですね。ガバとは違ってね、ここを視点にしたね円弧を描くね、この鳥がどんな感じなんでしょうかということで 0.72 をね1回出しました。もう1回やってみましょう。
0.57 というのも出ました。弾き方次第ではどんどん軽くなるのかな。どこだろう、ここかな。 0.64 いい感じですね。このだからね、いい感じのはずですわ。このぐらい遊びがあります。ぐわんぐわん遊んでますよね。パチッとこんなところで切れますね。こんだけ遊んで抵抗が始まったら切れますって感じですね。切れはいいですね。でダブルタップを私は一回やってしまいました。奥さんとせがれはそんなバカなことはしていませんでした。なんかどんどんね、私の実力がね、はい、神さんとせがれは下回っていくのを感じるね、今日この頃ですけれども、またおさらいで初速も少し測りましょうか。このマガジンのね、このリップはね、これはね相談しやすいんですよ。角度的にガバの方よりいいですね。全然私はね、こんな感じでピチョピチョっとこう入っていくんでね、はい、よいしょ。で初速計に向けて、うお、すごい後ろに音がパキンと抜けてくる感じなんですよ。これ耳今キーンという感じです。はい、こんな感じですね。もう一回、はい、0.48 ですね。はい、こんな感じですね。もう一回ぐらいやろうか。3発目も 0.48 ジュールということで、ジュール数はね、本当に法令の半分ぐらいでね、いい感じですけど、あとね、このトラブルがありました。まだ一発残ってるのにホールドオープンしてしまうっていうのはありましたね。はい、おお、ターゲットの破片が返ってまいりました。素晴らしいですよっていう感じですね。絶好調ですということで、 0.48 ジュールぐらいのね、パワーだったということですね。で今マガジンの温度を打ち終わったところで見てみると、はい、21.2 です。室温はですね、今18度です。この部屋はね、はい、こんな状況でございました。いや、やっぱりね、年末からね、ちょっとクーガー遊びたいなと思ってたんですけれどもね、実は引っ張り出してはいたんですけれども、なんかもろもろ他の銃で浮かれてしまってやっと撃てたっていう感じですね。はい、じゃあね、気になるね、試射結果どうだったんでしょうか。結構ね、先ほどお見せした前回のやつ、3メートル、あー、いけない、3メートルでこれですからね、なんかすごく期待が持てますよね。それを5メートルに延長すればみたいなね。はい、今ターゲットペーパーを落としてしまって取り入ってました。どうでしょうか。じゃあ家族で打った結果を見ていただきましょう。真面目に打ってますよ。はい、うまい下手はともかく真面目に打ちましたと。でこれも140丁目ぐらいですから、このスタイルになってからさすがに習熟してきてると思うんですよ、我々も少しは。はい、ということで、どうでしょうかね、奥さんね、このぐらいにね、 1,2,3,4,5 やっぱ集まってますね。で本人なんか左に着弾しないとかなんか言ってたけれどもね、私もそんな風に感じましたんで、ちょっと補正してこんな感じで私もね、まあ、ちょっと横に散ってるのが尺に触りますけれどもね。で背柄素晴らしいですね。これはね、これが銃の特徴を表してるかなと思います。彼は多分だからここだと思ったところに同じように撃ったんでしょうね。はい、私は悩みながらっていうね、この時点ではね、やっぱりみんな点を稼ぎたいんで、はい、どうしてもそういう風になると思います。 7.5 メートルになっても 1,2,3,4 大きな乱れはないですね。一発こっち側に外れてると思いますけどね、私は 1,2,3,4 一発上だったと思います。はい、でせがれが今度横にね、1,2,3,4,5でもこれに全部入ってますということで、まあ、スコアとしては29点だったら十分でしょうと。で片手になるとね、このリコイルが強いんでね、いろいろとね、グワシグだ、容量よくね、リコイルを抑えるような感じで打っていく必要があるんですよね。神様ちゃんとでもこんなの入ってますね。私は見てください、結構いいでしょうね。で若者もまあまずまずですね。それからこれ左手になりますと、私はね、例によってね、バリバリ見えますんでね、もう左目がね、はい、ちゃんとね、ターゲットもね、はい、サイトも両方見えるんで、これはもうね、狙って打てるという感じですね。大きく乱れてないですよね。これも多分一発上行っちゃったんだと思います。
で最後 7.5 メートルの、右の片手で打ってみると、まあ、それでもね結構これねリコイルねこの当時ねガンガン来ますからね、バンバンってね、こういうのをね、5発しっかり打っていくというところで言えば、神様もよくやったなと、私もよくやったなと、だけどせがれいいところにまとめてたなということで、平均がね 25.2 ということになりました。ということで我が家では20以上いい銃、25以上はもっといい銃ということでね、かなりのねあのいいところにつけたなということになりました。ですから先ほどのね、この結果3メートルでワンコインっていうのをね恥じない、まあ、いい結果だなということ で最後に、これは、銃の、まあ、特性というかね我が家で撃ったこの銃の我が家での特性としてこんな感じになりましたということで、5メートルからの右の両手で撃って集団をね見てみました。今度はスコアは関係なく狙ったところをね1点をねバンバン打ち込んでいきますんで、まあ、こんな感じということですね。はい、で私の結構いいと思いませんか。これはこれはやっぱこの銃こんなもんなんですよ。はい、で、せがれもまあ多少散ってはいるものの、まあ、そこそこ集まってるということで、総じてこの銃は、非常に、いい銃だったなというふうに思います。ね、暖かくなったらまたね、引っ張り出してまた遊びたいななんていうふうに思ったり、あともう少しロングのところもね、試してみたいなと思います。固定ホップになってますからね、弾の方でいろいろと調整することになると思いますけれども、最近ね、純正弾の方は、純正だと私のうちの、多くの2006年頃の個体の場合は、割とグワーンとホップしちゃったりね、っていうところもあるんで、その点ちょっと、S2S の BB だとその辺が抑えられて非常に打ちやすい。で他のメーカーとのね相性もそうそう悪くないんで、まあしばらくは S2S の BB でね遊んでいきたいなというふうには思っていますね。で弾道は安定しててもあまりにその例えば固定ホップでも調整できなくて狙うところを上に上げなきゃなんないとか下に上げなきゃなんないっていうのはねやっぱり撃ちづらい銃ですよね。その点こちらの、この銃っていうのは、まあ、見ていただいて分かる通り大体だから狙ったところのそばにちゃんと行ってくれるんで、はい、そういった意味で楽しくて遊びやすい、ね、サイトも生きるというもんですよね。なかなかねやっぱりね久々にねクーガでしたけれども楽しかったです。でね忘れてるだけで久々じゃなかったりしてお前ついこの間もやってたぞなんてねそんな時もね来るんだと思います。はいね、人間ね年取るといろんなことを忘れていく、ね、これが老人力ですね。いいですね本当に会長茶道会長茶道。はいということで、今回はウェスタームズのマグナブローバックからベレッタ M804 クーガー F ガンブラックバージョンこれのね、ブルザイターゲットへの家族の再試写を中心にね再度ご紹介させていただきました。ではまた。